添島正澄添島正澄は日本の車椅子アスリート。添島正澄2011ボストンマラソン中間点1994年7月、家業手伝い中に3 0 0ラムの鉄板の下敷きになり、脊髄を損傷、車椅子生活となった。1995年11月から車椅子レースを始める。2005年からシーズアスリートに所属し、 本格的にプロのアスリートとして活動する。毎年5大メジャーマラソン大会を中心に20レース以上のマラソン大会に出場。ボストンマラソン、ベルリンマラソン、ニューヨークシティマラソンの優勝をはじめ好成績を残している。車椅子レースでは他者の後ろに回りスリップストリームに入って体力を温存しラストスパートで追い抜くといった戦法もあるが、 先行逃げ切りのスタイルを貫く。また、年間約30回以上、企業や学校等で、講演活動を行う。現在、車椅子マラソン世界ランク1位世界記録の樹立を、目標に掲げている。 一二 .com スラッシュ PARALYMPICS スラッシュアスレチックススラッシュイベントスラッシュ MEN ダッシュ MARATHON ダッシュ T54 スラッシュインデックスドット HTML V イコール2012909から1億3281万3943ありがとうございます